ピンポン。オタクに優しいギャルは存在する。おいなんや急に。オタクに優しいギャル、オタクに優しいギャルとは、オタクに優しいギャルのことである。挨拶やめちまえ。オタクや影のもののようなコミュニケーションが苦手で異性慣れしていない人にも優しいギャルという実在しない未確認生命体を指していった言葉、それがオタクに優しいギャルである。そんなことないよ、いるもん。オタクに優しいギャルいるもん。私が間違って落とした腰処理本拾って。いい趣味してんね。でもぬるぬる知力が足りない。そんな濃ゆい癖をアドバイスしてくるギャル嫌だよ。てかそもそも女もん持ってくんな。オタクに優しいギャルというロマンを追い求め、オタク優しいギャル。ことの葉葵は今日も行く。というわけで、どういうわけで、とりあえずオタクに優しいギャルを探しに行きたいと思います。はあ、でも本当におるんかいな。今まで見たことないわ。そんな未確認生命体を見つけるなんて夢のまた夢みたいなもん。人の夢は終わらねえ。オタクくんに優しいギャルの操作必ず存在する。なんだこいつ。探しに行きまーす。しゃあないな。てかどうやって見つけるんや。それは見た目と言動ですね。ほう。まずオタクに優しいギャルってのは大体オタクくんさあで話し始めると相場が決まってる。へ。あと外見的な部分で言うと胸が大きかったり太ももがむっちりしてたりします。はあ。あとは本人がそもそもオタク趣味であるパターンが多いので、オタクっぽい話題を振るとそれに反応してしまうという特性があったりします。なのでちょろっとかまかけてやればオタクに優しいギャルをあぶり出せるって寸法です。そう。では早速探しましょう。はい、勝手にどうぞ。ねえねえ、オタクくんさ。え、今オタクくんって。オタクくんやったな。ニアピン、ギャルニアピン。オタクくんさ。え、あれ、ギャルじゃね？条件満たしてるギャルじゃね？オタクくんさ。ほら、葵ちゃん、オタクくんさーって言ってるし、あれ条件満たしてるギャル。なんか発音が嫌。売り物にすんだ。お、ん、お、ん、おー、たた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 たくんさ。こいつはどういった境遇の人間なんだよ。ギャルとしては。ニアピン。どこら辺が？胸はでかい。同品だよ。傷もいい味出してる。7つの傷でいい味出すギャル、ニアスミンだろ。認識改めろ。なかなか見つけられないですね。何がおかしいんだろ。君の頭。やっぱりまずは言動よりも見た目ですかね。まずは見た目優先で探しましょう。そっちの方が早い。今さら？あ、ほらあの人。胸でかいですよ。あの人どうでしょう？え、どれどれ。いや、ゴリラやん。疑う余地もないゴリラやん。でも巨乳に見えなくもない。まず人間を探せ。ではあちらの方は、どう見てもゴリラやろ。この黄色い衝撃エフェクトはドラミングゴリラやろうが、全身見なくても伝わるゴリラやめろや。あ、これはガチですよ。ガチ巨乳、これは来たか。お、確かに人間やな。胸も大きいし、これは期待値高いんやないか。そうはならんやろ。顔だけすげかいゴリラやないか。他人のホーマンボディ使って喜んでるかわいそうなゴリラやないか。なんか見てて悲しくなってくるから、ホーマンボディへのすげかいやめろ。むっちり太もも。お、見た目もギャルっぽい。つむぎちゃん、大本命来た。これはもうつむぎちゃんをオタクに優しいギャルに育成するしかない。私はこのチャンスを生かしてみせる。というわけで今から私の名前はオタクくんさーです。超高速が過ぎる。行ってきまーす。あっちょ、ギャルー。葵ちゃん、どうしたの？私の名前はオタクくんさーです。せー。何？何？何？私の名前はオタクくんさーです。せー。やめんかい。でもでもオタクに優しいギャルが。あんな。オタクに優しいギャル？あ、という感じのギャルを探してたんやけどな。全然見つからなくて。よくわからないけど、葵ちゃんはオタク？まあ。私葵ちゃん好き。葵ちゃんはオタク？だからオタクも好き。好きな人には優しくしたい。だからあし、オタクに優しいギャル。ギャルー。オタクに優しいギャルいたー。よしよし。まあ、これはこれで。ええか。オタクに優しいギャルの言動を学んでいく。副賞を、オタクくんさ。オタクくんさ。コス、してあげよっか。コス、してあげよっか。ぬるぬる地獄。ぬるぬる地獄。おいまで何仕込んでんだ、こら。